昨日からついに公開されまして今日は見終わったばかりのお客様に向けての舞台挨拶になりますご来場改めてありがとうございます <laughs> さあそれでは早速初日を迎えた今のお気持ちも踏まえまして皆さんからご挨拶をいただきたいと思いますまずは小早川直美役になります田部美加子さんですはい、えー こんにちは。田部美華子です。えっ、ー、と、本日はお忙しい中、えー、そして、本当に。映画館に足を運んでくださること自体がありがたいのに、なんか、こんなにたくさん、えー。この映画を見に来てくださって、本当に嬉しく思います。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、木下愛子を演じられました。岸井ゆきのさんです。 こんにちは今日は映画を見てくださってありがとうございますこんな時期にあの映画が無事に公開できてとても嬉しいです今日は短い時間ですがよろしくお願いしますありがとうございます続きまして小早川アスコ役になります三村理恵さんです、えー、小早川アスコを演じました三村理恵です えー、ちょっと前からですねこの観客席が1個空けではなくて満席で OK という風になったんですけど改めて見ると本当にありがたい景色だなとなんか一つずつ空いたりとか2席空いたりっていうのを見慣れてきたのであーなんか本当に皆さんありがとうございますと本当に心から感じます、えー、本日は楽しんでいってくださいよろしくお願いいたしますありがとうございますそしてこの映画の監督になります青山真治監督です 青山です、えー、っとなんかたくさん来ていただいているのが、まあ嬉しくてなんかでも、あんまり皆さんのお顔が見れないのはあマスクをされているんだということでマスクの数を数えるということをこれからやってみようかどうしようか今、迷ってたんですけどやめまますす、えー、ありがとううございますどうもありがとうございました。 ではスチールカメラマンの皆様、ここからフラッシュなしに切り替えていただければ幸いです。いや、改めて青山監督、映画がこうやって全国公開ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか。こうやってコロナの中で、やっとまた映画がたくさんのお客様を前に公開することができて、今どんなお気持ちでしょうか。あの、いや、昨日ね、朝、雨が降ってて、うわ、大丈夫かなと思ったら、今日はまあすっかり。 ドピーカンというのは我々の専門用語で大改正という意味ですけれどもあのねあの昨日朝からあれなんですよあのネットをインターネットを見ていてあのどうかなどうかなと思ったらあの日本中あらゆるところでなんか上映されるあらゆるところでも大げさですけど、まあ、例えば山形県の方はあの、うん 上映されてない残念とかっていうあの投稿もありましたしあの全国というわけではないですけども、まあ、だほぼほぼ全国であのやってますえあの皆さんがこれから GoTo でどこか行ってももしかしたらその場所でもやってるかもしれないんでまた見てください <laughs> <laughs>。おおめでででとうううございますすも田部さんどうですかこやって客様 ずらっといる状態での舞台挨拶って久しぶりだとは思うんですけれども初日改めて皆さんのこの姿をご覧になっててどんなお気持ちですかそうですねまさかこんなに人がいると思ってなかったので <laughs> <laughs> あの嬉しいもちろん嬉しい気持ちもありますしあのみんな今日まで元気だったんだな <laughs> 元気だったんだなっていうかだからもう本当に感謝ですね。 さてあの女優陣のお三方に聞いてみたいと思いますあのそれぞれのキャラクターについてまた自分たちとはちょっと性格タイプが違うというお話もされてたじゃないですかでは改めてその役をずっと演じている中であここはちょっと見習いたいなと思ったこととあとはもしくはあ私だったらこういう行動するなっていうのがあったら教えてもらいたいんですけれどもさあ行ってみたいと思います。 三村さんから行ってみましょうか。私、<laughs> 絶対ないと思って今ぼーっとしてました <laughs>。そうですね。あの、あの見ていただいた状態なのでわかると思いますが。マ、ま、ー、あ、スコさんはなかなか厄介な方で演じていても、あのナオミをどう困らせるかを追い詰めるかと善意で追い詰めるっていうことをずっと考えていた役だったので。 な,か,な,か,なんかこう見習うというよりもこうなってはいかんっていうところで自分をいい人だと思って誰かに何かを迫ってはいけないなというちょっと反面教師の部分とあとあすこさんになんかこう勧めたいこと演じてみるとやっぱり親しい気持ちも湧くのでそうするとなんかあすこさんに体を動かすか地域のボランティアに参加して何か発散口を別に見つけた方がいいかなとあと本を読むなら古典を読んだりとか人間の幸せって何だっけってちょっと思い出してほしい なんとか <laughs> 思いましたさすがにね三浦さんやっぱり本たくさん読まれてるから古そうですね、うん、なんかその人間の幸せって複雑化したように見えて根源は変わらないと私は思うのでなんかいろんなこととか、えっと、物理的な豊かさでなんかいろいろ迷っちゃってるのでちょっと一度人間とはみたいなところに立ち戻るといいかなと、はい、思います。ありがとううございます <laughs> だそうですすそでで岸のさんどうですか はい。私の役はすごく、うーん、精神的に結構強いっていうか、強くあろうとして、なんか、こう自分を納得させるために、こう、なんて言うんだろうかな、強いさをこう、自分に押し付けてるような感じがするんですけど、なんかそれって、近くにいる友人とかが、 見てててるるとあ強がっっっんだなな分かかちゃゃうじゃないですかそれが意外とその友達を心配させてるぞっていうのをちょっと教えてあげたいって <laughs> 思って最近はそ,れをそういうことを考えてましたアイコンに対してだからなんかもうちょっと周り見えたらいいなって <laughs> 自分にもそれはあじゃあもしかしたら私も周り見えないでこう結構強がったりするタイプなので自分もちょっとね そういういことを考えましした <laughs> コに対して何かここはちょっと見習いたいなと思ったところありますかうーんよく食べるところ <laughs> どんな時もよく食べるので <laughs>、はい、<laughs> それはやっぱ本当に人間の基本っていうか、うん、辛い時も怒ってる時も悲しい時も楽しい時もご飯をよく食べよく寝ることはすごい大事なことだなと思います。<laughs> <laughs> そうですよね。<laughs> はい、ありがとうございます。さあ、では食べみかこさんどうでしょうか。そうですね。すごいなおみちゃんのキャラはすごい難しい子なんですけど、唯一の共通点がやっぱりこうペットを飼ってるところ <laughs> で、なおみちゃんは猫の春ちゃん、私は犬の花ちゃんを飼ってるんですけど。<laughs> あの何ですかねまあ見てあのいた,だいたのでこの自分の本当に愛する相棒というかパートナーがいなくなった時の喪失感っていうか絶望感っていうのかなんかそれをちょっと今はまだ元気に走り回ってるので経験してないんですけどナオミのその行動力とか自分もなるのか 全然ちょっとまだ分からなくてそうでもね永瀬さん演じるその葬儀屋さんの存在ってだから絶大になりましたもんねこの映画の中ではねうん。想像ができないんですけど唯一のまあ共通点というか大事な存在が近くにいてその存在がなくなったことに対する行動の仕方がこう今 今後私も経験すると思うので、なんかどうなるのかなっていうのは、なんか。思います、ね。ここは見習いたいなと思ったところ、どこかありますか。<laughs> 見習いたい。<laughs> あの、でも。あの、直美ちゃんは、ちょっと、なんだろうな。淡々と。淡々と。しているように演じ。たんですけど。と、あの。それこそ、こう。 ね、あの出,産出産とか突然あの時のなんか突然なんか力強くなるんですよね力強くなるっていうか突然なんだろう励ますために見習いたいですね <laughs> 見習いたいですね <laughs> なんか淡々と普段してるけど大事な時に出るこう底力みたいなそれは 私も欲しいです。ね、頼りがありますもんね。そういう時すごく、うん、ね。はい、ありがとうございました。さて、もう一つ聞いてみようと思うんです。けれども、これ監督にも伺いたいと思います。喪失感を抱えながら、毎日を懸命に生きる女性たちが描かれております。そこで、皆さんに質問です。満たされているはずなのに、何か足りないモヤモヤする気持ちを抱えた時、どうやって解消しているのか、解消法を聞いてみたいと思います。これは？ 青山シン監督から聞いてみたいと思うんですが。はい。え、あ,あ。あんまり。あの満たされないことがないで。<あ>悪いけど。<laughs> あのー。お待ちしました。あの。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、なんでしたっけ。あ、<laughs> <か>じゃあ。監督は、あのー、はいはい。えー。あのー。 最近はね、あのー、朝自転車に乗るんですね朝5時半ぐらいから30分ほど、あのー、家の近所で走るんですけどまああのー、ストレス解消法としてはまあ一番いいかなと思いますね朝やるのがいいんですよねだからまあ逆に朝だら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 してると一日が本当にだらだらしちゃうんですけどあのー、朝 起きてさあ起きたっつってなんか歯でも磨いて「さあ自転車だ」なんつって自転車に乗って走るとね一日がねものすごく長いというか有意義に過ごせますじゃ監督は早起きなんでいらっしゃいますねええ、早起きですよお,おじいさんですからねもうあ,あの、ええ あ三村さんいかかがですかはいあのー、今の,あの監督のお話とちょっと共鳴するところがあるんですけど、まあ、成功うどくと言いますか本当になんかその頭を使いすぎても体を使いすぎてもダメで頭だけ疲れてるなと思った時は体を動かしであの体がもうぐったりっていう時は頭にいろんなものを入れるっていうふうにすると私は割とバランスが整います。うんはい、ですってねえ。ねえ やってみましょうね。ねはい、やってみますよ。うん、素晴らしい。<laughs> はいえ、じゃあちょっと岸井ゆきのさんはどうですか？私はもう。あの、いつも映画見ます。どんな時もでもなんかそうですね。満たされないって。時も満たされてる時もはい。映画見よう。悲しい時もはい。映画見ようって。思うし楽しい時もはい。映画見ようって思うし、<laughs> いつもなんかなんだかんだ。ずっと映画見てますね。 なんかこうモヤモヤイライラするときは何系の映画見るんですか？え宇宙に行きます。<laughs> 大きいやつ,きいやつ宇宙に行ってあいいなって思う。でもなんか落ち込んでるときとかにその世界線が何個もある映画とかは絶対見ない。なんかこう私一つの世界で生きてるのにずるいって思っちゃうから。 なんかそういう時はもう狭い世界の映画を見てなんかやったって時は宇宙とかもう広い世界の映画を見てるそういうのちょっとチョイスは変わってるかもしれないです気分によってえでもねすごい面白いですねそれちょっとやってみたいと思います <laughs> ありがとうございます <laughs> さあ田部さんいかがですか私はもう簡単単純なんですけど友達と喋るにつき まずね、もうモヤモヤが始まった瞬間から友達に連絡をしてだからモヤモヤ時間はすごい短いですすぐすぐ連絡して別に、まあ、答えが出なくてもいいんです聞いてもらえればだからすぐに連絡してすごい喋って電話を切って、まあ、解決してなくてもスッキリはします 逆にタベさんは聞くこともあるんですか。あ,あんまりないかも。<laughs> 私はしゃべってるかもしれないです。タベさん犬と喋ります？犬とですか。喋、うん、りますよ。すっごく。犬と喋ると割とストレス解消っていうかあの心がこう次のステップに移動できますよね。そうですね。ねあの犬もいいですよ。え、ね。<laughs> 猫もいいですよ <laughs>、うんはい、ありがとうございますさてもう一つ聞いてみたいと思うんですけれどもあの今回のお相手であります男性陣のお話になるんですけれども田部ささんんは岩田さんになりますよねそして岸井さんは大森さんそして三村さんは鶴見さんと共演されておりますけれども撮影時の何かエピソードとかあこんな感じの方だったなみたいな話も聞けたらと思いますけれども田,部さん岩田ささんん岩どうでしたかあの岩田さんは初めてお会いしたのが。 撮影が始まるちょっと前に監督と、えっ、ー、と、お話、まあ質問会っていうか監督とちょっとお話しする機会を設けていただいたときに初めて岩田さんとお会いしたんですけど、私はなんかもう本当に監督に何を聞いたらいいのかわからないままその、その場にい,いるぐらいなんかふわふわしてたんですけど、あの、岩田さん本当に台本に すっごい付箋をいっぱい貼ってらっしゃってそんなに聞くことあるんだって思って <laughs> あまあでもそれって本当に読み込んで自分の役の、まあ、解釈とかそういう疑問に抱いたところとかに多分貼ってらっしゃってで監督とも本当にその時もコミュニケーション取ってらっしゃってすごい真面目な方というか 勉強熱心というか私にはない部分をたくさん持っていらっしゃる方なんだなってその撮影始まる前に思って焦りました <laughs> すごいなと思ってでも監督じゃあそれだけ岩田さんにいろいろ質問されたんですかああそうですかいや記憶にないんですよねなんか聞かれたかないやうーん。 聞かれたとしても、多部さんとそんなに数は変わらないような気がしますね。他のどなたとも、数は違わないような気がしますね。で、僕、答えた数も、そんなに変わらないという気がす。つまり、ほぼほぼゼロに近いっていうことなんですけど。なるほどね。はい。じゃ、あ岸井さんはどうですか。 私大森さんあったの本当2日とかですよね、多分で、お蕎麦を食べるシーンがあったと思うんですけど、お蕎麦、熱々のお蕎麦食べて、もう湯気があの欲しいとのことだったので <laughs> <laughs> すっごい熱いお蕎麦食べて、これ、熱いなとか言って、2人で <laughs> 食べてて、それでなんか、えどっち どこで撮影したのかなその近くのおいしいおそば屋さんのことを教えていただいてで私携帯電話にメモしたんですよでもその後携帯変えちゃってあのおそば屋さんがどこだったのか聞いてたらいつか教えてくださいって思ってますでも優しいですねおいしいおそばの場所教えてくれて「そば、はい、好きなの?」って言われて。 蕎麦好きですって言った。いいとこがあるよ。教えてくれました。いつか行かないとですね。はい <laughs> そ。それそれ蕎麦屋で？蕎麦屋で蕎麦屋のお話をや。やめなさいよ。営業妨害。営業妨害ですね。はい。じゃ三村さんどうですか？はい えっと、私、鶴見さんとは何度か共演させていただいて、今回3回目か4回目なんですけど、私はなんかその先輩ですが、なんかその鶴見さんの、なんかすごく爽やかでいい人っていう部分と、 この人本当は裏で何してるんだろうっていう部分が両方好きで、今回どれぐらいそっち入れてくるかなって思ったんですけど、割といいマー君でしたね <laughs>。いい旦那さんっていう感じだったんですけど、もしかすると誰にも言えないアコギな商売してるかもしれないと <laughs>、勝手にアスコの中では思ってますが、なんかそういう、やっぱ深い、なんかただのいい人じゃない感じっていうのが素敵でしたね、うん。はい。なんかね、こう見ていてすごく味わいがあるというか、そういう役者さんですよね。ですね。ねはい、はい。ありがとうございました。さあ、ここでですね、昨日 からこの映画公開されておりましておかげさまで多くの方々が映画館に足を運んでいただいております、まあ、そこでなんですけれども本日はキャストを代表して多部美香子さんから監督をイメージした花束をご用意いただいておりますのでそれでは早速お渡しいただきたいと思います監督どうぞちょっとこちらの前の方のセンターまで来ていただいていいですか多、はい、部さんの近くまでなんだろうこれ空、えー、空に素敵やっぱり空はい、はい、ありがとうございます <laughs> 監督いかがですか素敵ですもう空に住むって感じです <laughs> 本当に素敵ですねおめでとうございます改めて映画の公開ありがとうございます 実はなんですけれどもちょっと秘密にしてたことがありまして今日はここに女性の方々がずらりと揃ってらっしゃるんですけれどもなんと本日岩田貴則さん大森奈緒さんそして鶴見慎吾さんからメッセージとプレゼントが届いておりますので皆さんちょっと一歩前に出ていただいてスクリーンにちょっとご注目いただければと思います。それではお願いいたします <laughs> ときと役を演じました岩田貴則です、えー、本日ご来場の皆様ありがとうございます、えー、僕からはですねナオミを演じられたカヴさんへのプレゼントですので劇中でねときとがエレベーターのナオミに渡したおあの花束があるんです、えー、その花束を、ね、今日改めて送らせていただこうと思いますほ<ら>、えー、本当に空に住む劇場公開おめでとうございます岩田貴則でしたありがとうございました 皆さん、えー、どうもこんにちは吉田役を演じさせてもらいました小野寮です大きな秘密を抱えて強く生きようとする愛子に優しく接することができませんでした彼女の情熱的な思いを表現して真っ赤な花をイメージしました愛子さんどうぞ受け取ってくださいこんにちは 小早川雅宏を演じました鶴見慎吾です三村さんあそこ今日は舞台挨拶楽しんでますか撮影現場はいろいろお話ができて楽しかったですねなんかこう平和な夫婦を演じて楽しかったですでも僕のいないシーンは非常に寂しそうでしたねあんなに寂しい思いをさせていて本当にごめんなさいで今日は アスコを演じた三村さんに素敵な黄色い花束を用意しました明るい三村アスコに合う花だと思ってますので今日は僕の分も舞台挨拶よろしくお願いします鶴見慎吾でしたおーかっこいいね <laughs> さ,さあさあではではそんなあずかった花束を今お渡ししたいと思いますどうぞ受け取ってください ちょっとどうですどうですかでコメントといい花束といい皆さんえあれこれあれですかあのエレベーターの前であの食べる食べるやつなんか不思議なシーンの食べれる食べれるやつまあ嬉しいびっくりしましたありがたいですね嬉しいですどうでした美村さんも。 あの、なんか、お花は大変嬉しくて、すごいサプライズだと思ったんですけど、なんてか、皆さんの映像を見て爆笑してしまって。<laughs> <laughs> なんか、皆さんの、なちょっとやらされてる感が。<laughs> 皆さん、優しい先輩で、素敵だなと思って、<laughs> ありがとうございます、お心遣いを <laughs> <laughs>、ね。あ、森直さんもね、素敵でしたね。いやお森さん、<laughs> 誰、アイコンに向けてですよね、私っていうか、なんか、優しくできなくて、ごめんなさい。<laughs> <laughs> <laughs> 嬉しいすごい嬉しいですでもこんな真っ赤なお花なかなかもらえないので <laughs> はいどうもありがとうございましたじゃあちょっと花束を持った状態で今日ご来場いただいた方に最後に田辺美香子さんと大山新次監督からメッセージをいただければと思いますまずは大山新次監督お願いしますはいなんかあのすっかりあの楽しい現場になってしまいましたあのうしい限りですあのえー 楽しい映画だったと思いますがいかがでしたでしょうか。あの皆さんもねああありがとうございます。あの本当に、えー、あのこうなんか静かに静かに見ているような中にもになんか大きなまあ、空にいるようななんかね雄大さがあった楽しさだと思います。あの人に言うときお結構でかい映画だったよって言ってくださいお願いします。 あありりががととううごござざいいままししたたではキャストを代表して食部みか子さんお願いしますはい、えー、皆様本日は本当にありがとうございましたえっとそうですねあの、まあ、またあ日たも1週間後も、まあ、1年後もこ,こ,この映画がこうずっと常に皆様のこう印象に残ってる映画になっていたらいいなと思いますしまあこのあの 空に住むっていう曲の素敵な曲を聴いてまた映画のファンシーンを思い出してくれたらいいなとも思いますし、えー、とそれぐらい、まあ、本当にいろんな受け取り方がある映画だとは思うんですけどそういういろんな印象を持って、えー、この映画が皆様の頭に何かしら残っていただけたら嬉しいなと思います。本、えー、本当に本日は えー、貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。